中国からね、本当に多国言語、いろんな言語で歌われている小さな祈りというね、このコロナの後にみんなちょっと離れ離れになったりしてしまってるけど、またみんなで一緒につながっていこうという思いで歌ってもらっています。自己经历，把自己天天关在家里，待很久